中日の立浪監督は笑顔記事など練習中かなり張り詰めた雰囲気があり、ヒゲ茶髪禁止を選手に出しましたが、ヒゲさん的にヒゲ茶髪禁止はどう考えますか。一方対照的なのは日本ハムの新庄ビッグボス。新庄さん自身は派手な格好で指導するなどかなり明るい雰囲気が伝わってきます。ヒゲさん的にどちらが優秀だと思いますか、ということで、結果が出た方が優秀ですね。うん、でも正直言いますよ、やっぱヒゲ親父として言わせてもらうけど、やっぱヒゲをね禁止するのはちょっとどうかと思いますよ。まあ言ってもね、やっぱりアイデンティティなわけですよ、やっぱヒゲって。ね、僕もまあ見ての通りで相当やっぱヒゲにはこだわりがあって、これ以外の、まあ、顔の造形っていうのはもうありえないぐらいやっぱりこう大事にしているし、まあ顔の一部みたいなね、まあメガネは顔の一部ですみたいな CM ありましたけど、もうヒゲもやっぱ顔の一部なので、まあそういう意味で言うと、やっぱり俺がもしじゃあそういう禁止令出されたとしたら、やすごい戦うかな、やっぱり。やっぱヒゲはなくてはならないもんだからね。ねえ、ハホさん、そうだね。ね、うさぎさん、どこにということでね。あ、見えてらっしゃらない、あ、見えて、あらららららあらららら、これはね、高 IQ の方にしか。ねえ、僕の耳はロバの耳でした。さあ、続いていきましょう。はい。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップすると、チャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲ親父でした。バイバイ。